おはよう。こんばんはだね。俺にとっては寝れない。おはよう。おはようございます。仕事帰りか、にゃおは。おはよう。のんちゃんここで寝てるよ。起きちゃった。仕事カープしから行ってらっしゃい。風船ありがとう。刺されたあとかゆう。ふわつりありがとう。なんか便所さんがツイートしてたね。イベントアイテムやってるふわっつの配信者一体何なんだって。アイテムくれくれしか言ってなくて、なんか私頑張ってるのにもう枠閉じるわって言ってて、ってこんなのどこが頑張ってるんだよっつって、すっげえ面白かった。キャバクラだね、もうね、キャバクラ。
ネットキャバクラだよ。ネキャバ。うん、寝れてないからね、寝れないから枠開こうと思って、あんまりいい写真撮れなかったかんね、今日寝つきが悪い。いい写真撮れても寝つきが悪いんだけど不眠症ですよ。いい動画撮りてえな。かっこいい動画が撮りたいよ。眠いのに寝れないって本当に辛いですね。気持ちわかります。なんか頭が壊れてんだろうね、多分ねおかしいんだろうね、うん、まあしょうがないよね眠いのに寝れない。頭が壊れてるんですよ。おかしくなっちゃった。考え事、あ、いやまあ悩み事とか考え事はないけど、ただ寝れないって感じかな。うん。ただ寝れないって感じ。お、ハートプレゼントありがとう。イエスさん、おはよう。おはようございます。
ノンタはよく寝るよね。うん、羨ましい。ノンタは今日洗濯物やったりね、ご飯作ったり忙しかったから、頑張ったの。いや、眠いのに寝れないから困るよね。なんかいい感じにトークもできてないし、だね、多分ね、雑談をね、こういい感じにできた日はよく寝れるんだよ。でもね、なんかね、こう雑談もカメラも今日はうまくいかなかったね。残念だけど。聞いていいのかな？何？何を？聞いちゃダメだと思うことは聞かない方がいいんじゃないの？聞きたいことは普通に聞けばいいけど、聞いたらダメだと思うことをなぜ聞こうとするんだ？いや、聞いたらダメだと思うことを聞くっていうの神経が分かんないわ。いや、聞きたいことは普通に質問すればいいと思うし聞いていいのかなっていう前振りで嫌な予感、嫌な予感つうかよく分かんない。聞いたら怒られると思うことは聞かない方がいいよ。うん、やめとこう。どうしても寝れない時のための頓服の薬とかストックしておくといいですよ。いや、俺薬やめたんだ。なんかね、ろれつが回んなくなるし、依存するから薬に。で、薬やめてから変な減らり方しなくなったの。あのね、まあ俺の考えなんだけど、これは、あの、薬は良くない。勝手なあれだよ、俺医者じゃないからあれなんだけど、薬は危ない。 SSRI とか、要は薬ができたから病気ができてるっていう、そう、薬はね、やっぱドラッグだよ。いや、ドラッグなんだけど麻薬だよ。でもどうしても寝れない時のためね。どうなんだろう。薬はね、あんま良くないね。脳みそがぶっ壊れるよ、あれは。いや、それこそね、幸せになる薬があったら俺は飲むよ。普通になれる薬があるんだったら飲むよ。あんま、社会生活が
そのサラリーマンやってるとかね、起きないといけない時間があるとか、そういう人は飲まないといけないと思うけどね。俺は病気の方に合わせることにしたから。いや、普通になろうとして飲むわけでしょ、普通の生活を。じゃあ俺は病気の方に寄り添うことにしたから。わかるわかる。睡眠薬なるべく飲みたくないよね。睡眠薬もなんか精神系の薬も飲みたくない。俺が狂ってるんじゃなくて社会の方が狂ってるっていうのが俺の考え方だから、社会に抵抗する。狂ってるのは社会の方だから。人類は発展しすぎたんだよ。これからどうなるんだろう。地球って持つのかね、このまま人類が増えすぎて。どうなんだろう。なんでこんなに人類増えたんだろうな。こんなにいる？70億人もいらないと思うんだけど。もうネズミ算式に増えてるもんね。いや、ネズミよりもひどいでしょ。どん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 増えていくと。緩やかに減らさないとダメだよね。緩やかに。世界中で10億人ぐらいがちょうどいいんじゃないの。全世界で10億人ぐらいが。撮りに行ったんだけどね、今日はね、いい写真が1枚も撮れなくて、2時間ぐらいもう汗だくになりながら歩き回ったんだけど、いい写真が1枚も撮れなかった。悔しいね。いい写真撮りたいね。いやー、今日はなんか湿度が高くてさ、いやーもう今日やばかったよ。夜
もう半端なくムシムシしてたっていうか、すっごい汗かいたもん。おかしいよ、この暑さは。ほんと人が死ぬよ、ほんとに。なんでこんなことになってんだろうね。なんかね、嫌な予感するのがね、多分ね、今年の冬めちゃくちゃ寒くなると思うよ。なんか今地球が寒冷化してるっていう、温暖化だと思ってるけどさ、例えば本当は寒冷化をしてるのね。氷河期に入ってくんだよこれから。で、氷河期っていうとさ、夏も寒くなるイメージあるじゃん。全体的に寒くなると思ってるけど逆なの。氷河期ってさ、夏はすっごい暑くなって冬めちゃめちゃ寒くなるのよ。だからね、今年の冬すっげえ寒くなりそう。天気予報っていうか、今年の冬やっぱり異常気象の寒さになると思うよ。そう、いつとんでもない氷河期が来るか分かんないから、氷河期来たら人類終わりだよ。今年の冬寒いと思うよ。春とね、秋がなくなってきてるからね。パートナーがいる異性を好きになったことありますか？好きになったことはあんまりないかな。あんまりないかな。なんで？別に好きになってもいいんじゃん。っていうか世の中のほとんどの人が、だって結婚してる人の3分の1は離婚する社会なんだよ。ってことはそういうことでしょ。もう宗教がないし倫理観もないからぐちゃぐちゃだよ。もう好きにすりゃいいんだよ。フランスみたいになると思うよ。フランスとかってその子供がいて、要は別、なんつうんだろう、お父さんは別でお母さんに彼氏がいるとか全然普通だから、なんかね、もう一生一人の人を添い遂げるみたいなのはないと思ってる。そういうないっていうか、そういう人はいると思うんだけど、それが特殊になっていくと思うよ。辛い恋愛、いや女の子が辛い恋愛っていう時って特徴があって、辛い私辛くないみたいな、なんかね、悲劇のヒロインになりたいだけなのよ。辛いも何もないでしょみたいな。パートナーがいる人を好きになったんでしょ、あなたが勝手にっていう、別に辛くないからって。それ辛い私可愛いとかだから、辛い私、なんかね、俺女ってそういうところあると思う。辛い私どうみたいな、いや別にどうもないみたいな。うん、でも女ってそうじゃない？こんな私かわいそうみたいなさのが好きじゃん、いや別にかわいそうじゃないけどみたいな、お前が選んでそれをやってるんだけどみたいな。
これはさ、俺の考え方ね。俺はまあのんさん、と一緒にいるし、それは当てはまらないかもしれないんだけど、一人の動物が一人のメス、もしくは一人のメスが一人のオスしか愛さない動物って結構特殊な動物だよ。自然界見渡してごらん。で、人間という動物だけは一匹のメスを出会った瞬間から生涯添い遂げるってありえないでしょ。つまりその普通に考えて人間も動物なんだからありえないことを誰かの都合でルールとか宗教とか倫理観でやってるんだよ。で、その倫理観とか宗教を愛する、その考え方は正しいっていうふうに思うのであればそうすればいいし、そうじゃないって思うんだったら別に好きな人と一緒にいればいいじゃんって思う俺は。だって人間のその一人の人しか愛さないっていう方が特殊だと思うもん。それは俺は正直そう思うかな。でもどうぞ、いいよ。俺は俺が思ったことを話す。にゃんは、あ、どうも、谷さんいらっしゃい。谷さんはいいよ。この話題には谷さんが必要だよ。谷さんはもう恋愛マスターだから。好きだから、いやだから好きだから一緒にいればいいじゃん。うん、でしょ？いや、ただ俺はそう言ってるんだよ。違うの、女の子がだから悲劇のヒロインとか私かわいそうっていう時は、いや私だけを見てってパートナーに言いたいだけでしょ。奥さんと別れてって、要はわがままなのよ。あのね、じゃあ俺のさっきの自然界のルールで言ったら、モテる男はモテるんだよ。だからメスが多いに決まってるじゃん、寄りつく、うん、で男がそんなリスクを負うわけないじゃん。都合のいいセックスができるパコれるだけの女に、なんでわざわざ慰謝料とか離婚料とかを払って、そので冷静に考えたらないでしょ、うん、って思わない？わがままっていうかさ、女と別れて私だけを見てよって話じゃないの？そんなさ、ただセックスができる都合のいい女のために何千万も払って奥さんと子供捨てて社会的立場とかを捨ててやるわけないじゃん。っていうかそれを分かってて付き合ったんじゃないのっていう。そんなの子供じゃないんだから、あの人様のね家庭にちょっかい出してんのと一緒なんだから、だから悲劇のヒロインでしょって言ってんのはそういうことなんだよ。違う？俺言ってること正しくね？どうなんだろう。何、デモなんなんだよ。デモもクソもねえんだよ。あのね、じゃあね、俺親父が不倫して離婚して被害を被った子供の立場から言わせてもらうよ。まあ相手は結婚してるかどうか知らんけど、あのね、俺は親父が浮気してね、親父が離婚して被害を被った子供の立場から言わせてもらうよ。あのね、別に親父がやったことは別にいいんじゃんって思ってるの。別にいいんじゃんって思ってるけど、浮気とか不倫をして付き合うと、相手はそういう男だよ。だから自分が本当の彼女になったとしても絶対に一生不安拭えないよ。だから前提が浮気する男なんだもん。そう思わない？もともとだから自分だけは愛してくれてると思ってんの。自分だけは特例で自分のこと愛して、そんなことないよ。自分が本カノになっても浮気するよ。でしょ？で、そういう男なんだもん。そう思わない？うん。うん。あのね、セックスする女に嫌いって言うわけないじゃん。
よいしょ。分かってて付き合ってるんだよ。で、自分だけは特別だと思ってるんだ。こんなわけないじゃん。都合のいい女だよ。特別な人間なんかいない、断言しよう。世の中に特別な人間なんていない。ただ特別な人間はいないかもしれないけど、特別自分から努力する人間はいるよ。お互い様とか、ただ惚れただけでしょ。まあどっちもどっちでしょ。てかね、俺の考えね、これは。人は物じゃない、これは俺の考え。人を所有することは無理。コントロールしようっていうのが無理。人間には意志があるから、俺は意志を尊重する。そんなね、セックスが特別なことだと俺思ってないから、フワチャリありがとう。みつけおはよう。そんなね、なんかね、年取るとわかるけど、谷さんそうだよね。セックスって別にさ、若い時だけだよね、特別なのって。あ、全然聞いてあげるよ。全然聞いてあげるよ。ていうかね、あの、好きっていう感情もそんなになくなるから大丈夫だよ。おっさんとかおばさんになると、あのそういう感情はなくなるから、若いんでしょ多分。いいんじゃない、若いんだから。それが若さだよ。若いっていうのは過ちを犯すもんだから。俺らは大人だから。体の関係は相手は彼氏じゃない方が気楽で良くなる。彼氏とか旦那とか、その、なんだろうね、よくわかんないかな。とそもそも俺は結婚っていう制度に反対だから。なんでてめえが女を愛するっていうのを役所ガバメントに申請をしないといけないの。俺はこの女が大好きで一生添い遂げますっていう俺の宣言を、なぜガバメントやつらに書類を提出して報告をしないといけないの。あいつらガバメントはいつもそのやり方なんだよ。お前が来いよって感じだから。
そう、気持ちだけでいいやって素敵だね。うん、その通り。気持ちがつながってるかどうかだよね。気持ちがつながってるかどうか。だから俺は最高の恋愛だから、わかった、あのちょっとかっこいいこと言うか、最高のセックスをするために最高に女を愛してるだけだから俺は。超かっこよくない？最高のセックスをするためにただ女を愛してるだけだから。ワトさんはどうして結婚に対して反対？結婚に対して反対なんじゃなくて、だからもう一回言うね、なんで俺が好きな女ができてね、俺の完全なプライバシーをガバメントに報告しないといけないの？関係ねえだろっていう考え方。結婚に反対なんじゃなくて、結婚っていう制度、ガバメントになぜ宣言をしないといけないのかが分かんないの。うん、幸せとか幸せじゃないと関係ねえんだよ。てめえら関係ねえだろ政府は、っていう。政府になんで書類を出さねえといけねえんだよ。バカかよ。てめえが来いよって俺は思うね。てめえから来いよ、俺は用事なんかねえんだよっていうこと。相手にパートナーがいなければ燃えない？人のものだから素敵に見えて欲しくなるってあるある。俺は別に人のもの欲しいと思わない派だから、まあそういう人がいるっていうのはわかるけど、なんだろう、人のものっていうかね、俺は、俺の場合ね、わかるよ、谷さんが言ってること理解できる、そういう人間がいるのは理解できるんだけど、俺の場合、俺に興味のない女は女じゃないと思ってるの。俺が好きかどうかなんてどうでもいいの。俺のこと愛してる女が女なの。そう、だからもう恋愛が特殊すぎる。そう、要はね、俺のことを嫌いな女は俺は用がないから、まあ男もそうなんだけど、俺のこと嫌いな男は用がない、全く。うん、昔はあるよ。でも一目惚れしてもしょうがないから、俺のものにならないんだったらゴミと一緒なのよ。だったら俺のこと好きって言ってるババアの方がいいの。100倍価値がある。うん、どうしようもないブスの方がいい、俺のこと好きな。だから俺は選ぶ立場だから、俺のこと好きなやつしか俺に関わらないでくれっていう。もう歪んでるから。歪んでますのも、もちろん歪んでますのも。一目惚れしたってしょうがないじゃん、手に入らないんだったら。で、手に入らないものを追いかける趣味はないから俺は。それアイドル追っかけてるバカと一緒だから。でしょ。何々ちゃんは恋愛しないとか言ってる気持ち悪いオタクと一緒だから。セックスにそんなに対して価値はないよ、あの普通のセックスに。
なんか女の人はセックスしたら特別だって特に若い人は思うかもしれないけど、そんなことないよ。セックスをしたから特別なんじゃなくて、特別だからセックスするのかどうかでしょ。全然いいよ。何でも答えるよ。ただ参考には一切ならないと思うよ。どんな質問をしても多分参考にはならないと思う。なったの？なったならいいや。私、バツ4で風俗長くていろんな男性と関わったクソビッチだから感覚ずれてるかも。シンプルとも言えるけど参考にならないと思う。でもさ、俺、なんだろうな。なんだろうね。男性の意見が聞きたい。本当に好きだったら本当の彼女にすると思わない？ 本当にニャンのことを大事にしてるんだったら彼氏と別れてくれって、俺も彼女と別れるからって絶対言うと思わない。俺は絶対言うと思うけどね。そう、それを分かってて言ってるんだよニャンは。だから悲劇のヒロインでしょっていう、そういう自分が好きなんでしょっていう。女の人ってそういうところあると思うの。でもほら、それって子供だからなんだよ。俺ら大人になるとやっぱりそのもう傷つきまくってるからね、え谷さん。 ちょっとじゃビクともしないから、一回セックスしたとか浮気したとかそんなん何でもないから。そう、人生いろいろあるから。そんな20代中盤ぐらいで終わるよそんなの。はい、ワードつ、おはよう。モテるって女の下半身の魅力があるからで、人格まで見てくれるかは分かんない。本来は人格、ああ、じゃあセックス論話す？朝からこってり。恋愛の話からセックスの話にシフトしならシフトするけど。やめようか。ああ、セックスの話する？セックスってまずさ、前提として女の人がなんで男の人にこだわるのかって簡単なんだよ。のんちゃん裸だからおっぱい見えないようにしてよ。 優秀なオスの種を1個しか宿せないの、女の人は。だから男の浮気を嫌うの、本能として。本能なの、これは。女の人は種を1個しか長期間宿せないの、哺乳類だから。だから優秀な種を他に逃さないっていうのが浮気をしてほしくない、動物の本能の。じゃあ男の役割って何かっていうと、自分の種をより多く残すことなの、オスの本能の。わかる？だからこの女が浮気しないでっていうのと男が浮気するっていうのは本能なのね。要はそれをしちゃう人って動物なの。女が嫉妬するのと男が浮気するっていうのは猿なの。だから俺はくだらないっつってんの。人間じゃないから、そいつらは。知性のかけらもないの。わかる？それを超えたところに、その人間性っていうものがあるわけよ。本来のね。でしょ？で、
そのセックスなんか誰とでもできるの。女の人は違うかもしれないけど、男の人の感覚から言わせてもらうと誰とでもできるよ。うん、あの誰とでもできるよ。そういうもんだっていうことを理解しないとダメよ。それを理解するっていうのが大人になるってことだから。で、俺は恋愛、人を愛するっていうことはただただ一緒にいることだけだと思ってるから。だから俺遠距離恋愛なんてないと思ってるから、好きだったら遠くに離れるわけがないっていうのが俺の考え方。だから遠距離恋愛うまくいった試しを見たことがない。遠距離恋愛ですっていうよりも一番そばにいるやつが一番愛してる人だと思ってるから、うん、頭では理解してるんじゃなくて、多分恋愛してる時ってニャンがそうあってほしいっていう願望を唱えてるだけだと思う。本来はこうしてくれるはずなんだとかさ、こうあってほしいって、だから傷つくんでしょ。そうじゃないの。おそらくそれは叶わない。おそらくっていうか、まあ絶対叶わない、うん、じゃあおっぱい気をつけてよ、うんうん、でしょ、うん、ね、恋愛をすることよりもね、多分ね、人のことを愛することの方が難しいから。恋愛がなんでダメなのかって、叶わないのかっていうと、自分都合で考えるからの。で、相手の都合で考えることが人を愛するってことでしょ。相手がより幸せになってほしいとか、相手のために生きたいと思うこと、共存することが愛情だから。だからね、恋愛は破綻するんだよ。うん、そう。だからこの人のためになりたいっていう要素があるかないのかよ。あるのかないのか、うん、だってニャンの話聞いてると、やっぱり自分がどうしたい、してほしいかの話だから、多分ね、相手のこと愛してないんだと思うよ。多分そういう自分が好きっていう状態なんだと思う。ぶっちゃけ社内恋愛みたいなもんです。社内恋愛なんじゃなくて、だから都合のいい女なんだって気づけよまだわかんねえのかよいや、あるあるでしょ。だから上司が自分の部下つまみ食いしただけだから、うん、そうそうそう、都合のいい女のだけだからのパートナーが欲しいけど彼氏はいらないな、面倒だ。なんかその言葉の中に定義があんの。なんか俺はなんかその谷さんの感覚は分かんないな。なんかそれは言葉遊びなんじゃないのってどうしても思っちゃうね。彼氏っていう言葉に対して、あの言葉遊びっていうのは、彼氏っていう言葉があれなだけで、俺は完全に意思のは彼氏っていうかパートナーだと思うけどね。もうパートナーもしくはペットまあパートナーもペットナーも家族みたいなもんでしょ。なんかそれは言葉の遊びじゃないの、わかんないけど。
私にも彼がいて、ワドさんの言うようにそういう自分を楽しんでる少年、ここが一番納得、しっくりきました。うん、そうだと思うよ。まあ全然いいよ、だから全然いいよ。一種のハムスターみたいに好きなの。ハムスターに君にをさせるな。かわいいかわいいハムスターに君にをさせるんじゃないよ、本当に最低だな。バター犬だな。バター犬だな、石野は。あ、ペコとシャカオ来た。バター犬だよ。バター犬で呼ぼうか、石野のこと。なんだろう、彼氏はいらない。え、うん、最低なの。犬ほど賢くないから。あ、ハムス、あ、名言だね。石野は犬ほど賢くないって。まあ石野は最低だからな。人類の最も低い位置にいるのが石野だからな。石野よりはちょっと上の方にいるの俺。でも俺も相当低い方なんだけど、石野を見ると下だなって思うもんね。俺も下だけど石野も下だなって、石野は俺より下だなって毎日思ってる。ギリ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 下なんだよね、石野。だね、じゃあね、一つアドバイスをしよう。今までのは分析だから、いや、アドバイスをするね。どうしてほしいかじゃなくて、にゃんがどうするのかだよ。それだけはコントロール可能だから。どうして欲しいのかしか聞いてない。そうじゃなくて大事なのはニャンが今後どうするかだから、それだけは絶対にコントロールできるので、他人とか世間とか社会とかガバメントとか WHO とかそういうものはコントロール不可能。例えばその人と一緒になりたいから今の彼氏と別れるってことはできるわけ、ニャンは。もしくはこういう恋愛をしないとか、自分はコントロールできるから。自分がどうしたいかですらないの、どうするのかなの。 それが大人なの。自分がどう生きるのか。クズすぎて面白いよね。石野の生き方を修正する気ないし、本人が気づかないで仕方ないし。まあ、でも石野が働いてるっていうだけで相当だけどな。まあ確かに彼氏ではないかもしんないな、石野は。石野よくね、なんか呪縛やってる時ね、なんか女くどいてるしね。石野が別に他の女とセックスしても谷さん興奮するだけでしょ。谷さんは嫉妬とかそういう概念ないから、多分石野が他のリスナーとパコっても谷さんが性的に興奮するだけだから。うん、働けって言ってないんだ。金は持ってこいっていうのか。まあそりゃそうだよな、働けとは言ってない。まあ働けなんていう資格はないよね、誰にも。どうするのかっていうか、何をするのか、どう行動するのか、どうしたいのかなんてどうでもいいの。それって願望だから、ただのやらないことだから。それ宝くじ当たったらいいなって言ってるのと一緒なの。やるかやらないかだから、何をやって何をやらないかな。それはコントロール可能だから。働けって言わないのはそうだね。
それね、働くか働かないかなんかね、他人とか国とかに言われることじゃないんだよ。いや、考えなくていいんだよ。当たり前のこと言ってるだけだから。で、おそらくなんだけど、ニャンさんが思ってるほど相手は別にニャンさんの人生とか何かを考えてないよ。ただセックスしてるだけだから。そこに大したことはないよ。生活費も入れろも一回だけで入れられなかったから入れられなくていいって。ああ、そうなんだ。別に何にも悩む必要ないし。でもまあ、俺が思うことがあるとするんなら、まあその彼氏ともうセックスすべきじゃないし別れるべきだよね。今付き合ってるニャンの彼氏の方と。だってニャンはさ、さっきからさ、浮気、その相手のことばっかり話してて、一人の人間を傷つけるとかさ、一人の人間を大切に思ってないわけじゃん。今付き合ってる彼氏のこと。それともパートナーとして成り立ってないから。まず俺は、そのキープみたいな、その男と別れるべきだと思う。まず。しっかりしないと幸せになれないよ。焼きそば。楽しみのお金あげるのがきつくなったから、それを求めないか、親でもリスナーさんでも支援してもらったらって言ったら今に至る。そしたら働いたんだ。何なんだろう、楽しみのお金、要はお小遣いってことだよね。お小遣いあげるのあげらんないと。それを求めない。それを求めない。要は、谷さんから小遣いせびらないか、親からリスナーさんでも支援してもらったらって言って働き出したと。石野にちょっとインタビューしないとな、今度。まあでもあんま関わりたくない。関わったら良くないっていうふうに思ってかんない、今。淡々と谷さんから報告されるのが楽しみなんだよね。LINE とか連絡来たり、家に来たり、ご飯買ってきてくれたり、お休みの日にデート誘ってくれたりされると好きだからキュンってしちゃうバカな自分がいて。バカな自分がいて。もういいんでしかない、別に。好きにすれば。いや、いいんじゃない。いいんじゃない。でもまあ、彼氏っていうか、まあ彼氏ですらないと思ってるけど、一人の人間の気持ちを踏みにじってるわけだから、その人のために別れてあげるべきだと思うけどね、俺は。気持ちがないんだったら、気持ちが切れてるタイミングで、普通に理由は別に言わなくていいけど、別れるのが、正しい行動だとは俺は思うけどね。今の都合のいい関係を楽しんだらいい。楽しいのがいい。いい。
楽しいのはいいんだけど、他人に迷惑かけるの良くないと思ってるから、俺は。あの、少なくとも、あの、ニャンの彼氏がいるわけじゃん。で、ニャンの彼氏、まあ、彼氏と呼ぶのかどうか、俺は彼氏ですら何でもない、都合のいい男だと思ってるんだけど、その人は傷つく資格がないと思って、傷つく必要がないのに傷つく可能性があると思ってるから、今だったら、その、どうに、別に俺はニャンが傷つこうが楽しもうが、ニャンが、その、選んだことだから、自分で受け入れればいいと思ってんの。だけど、その、彼氏の方には全く罪ないからね。うん。そう。だから、一人の人間の気持ち、好意を持ってくれてる人の気持ちを踏みにじってしまってるっていうことは、事実だから、それは何だろう、人として良くないんじゃないの。別にね、その何だろうね、うん、俺はまあ、なんだろうね、自分の女がそういう行動をしてたらもう二度と会わないっていうか、まあまあまあ、すぐ捨てるね、うん、ポイでもまあなんか、私はバレなきゃ犯罪じゃないって考え方か。ああ、いや、バレなきゃ犯罪じゃないんじゃなくて、やっぱり傷ついたらダメだよね。傷つけるっていうか、その人の心をやっぱ傷つけるのは良くないよ。ましてや好意を持って接してきてる人に対してそれはないでしょ、うん、と思うけど、どうなんだろう。まあいいんじゃん、別に違法行為でも何でもないんだから、罰則規定もないんだから。まあ結婚してるわけじゃないんだから、好きにやればいいんじゃん。俺はだからいつも思ってるのが、俺のこと好きっていう女は腐るほどいるけど、その程度なんだっていうのがいつも俺の感想だから。そう、俺の言うことを何でも叶える女じゃないと無理だから。うん、うん、俺はだから俺のことを愛してる女、全ての女を愛してるから、わかる？みんなのはどう？全人類のメスの彼氏でありたいね。世界のはどうだから、ほら、三輪明宏とかと同じジャンルになりたいの。マイケル・ジャクソンとか、うん、そう、みんなのはどうだから。そう、あとゲイにも愛されてるから、うん、え、推しを学ぶ、そんなこと言ったの？え、ていうかね、推しを学ぶ面白いよ。あの、なんかさ、推しを学ぶ伝説ってネットにルフしてるじゃん。で、なんか俺はカート・コバーンの生まれ変わりとかいろんな名言があるんだけど、俺ナックルズの記者が、ナックルズナイトのトークイベント見に行って、ナックルズの記者が推しを学ぶさんにインタビューしてる動画を見せてもらった。 iPhone で撮ってるんだけど、めちゃめちゃ面白い人なのよ。
お前よ、ネットに書いてんの誰だよ、あれよ、とか言って、お前カート・コバーンの生まれ変わりとか俺が言ってることになってるけどよ、カート・コバーン死んだ時俺5歳だわ、とか言って、生まれ変わりじゃねえからバカにしてんだろ、とか言って、さすがにお前計算ぐらいできるよ、とか言って、あれ消せよお前、とか言って、キャラがめちゃめちゃやっぱパンクロッカーみたいな、あのまんまなの。確かにあれはネタなんだって、本人怒ってるんだっていうことは理解できるけど、言いそうだなっていう、超面白かったよ。もう本当もうイメージのまんまなの、未だにやっぱスーパースターの、すげえ面白かった。あれでもなんだろうな、なんで干されたんだろう。なんかね、また再ブーム起きそうな気がするんだよね。50代とかでいい男は大抵女いる、余ってる男は石野みたいにクソ。余ってる男、うん、まあ確かに石野余ってる感だ、うん、どうなんだろうな、石野はクソなのかな、うん、石野がクソで終わるのか。俺はね、あいつはねダイヤモンドだと思うんだけどね。いや、ダイヤモンドになりうる男だと思うよ、本当に石野は。でもダイヤモンドになることを拒んでやるのは石野本人だと思ってるからね、うん、いや、人のことをクソって言っちゃダメだよ、トムさん。どんなにゴミ野郎で何の価値もない石野みたいな男でも、トムさん、人のことをクソなんて言ったらダメだよ。働かなくて理屈ばっかりで何の才能も何の努力もしない石野だけど、それでもクソなんて言ったらダメだよ。ゴミみてえなやつだけどクソっていうのやめよ、トムさん。ね、何の価値もない人間はいるんだよ。でも石野はクソだよなんて言ったらダメだよ。好感度上がったな俺、うん、いやでも石野は才能あるでしょ。才能あるんだけど石野がその才能を嫌ってるからな。石野は気づいてないんだ。でもね、石野はねすごくいい感覚を持ってるんだけど、その感覚をね理屈で説明できないのが弱さだと思ってんの。実はね、そう、石野が言ってるその感覚とか感性ってすごくいいと思ってて、だけどそれをどこに向けてやっぱり説明したりとかね、表現したりっていうことを彼はできなかったから、それがすごくもったいないね。その感性をアートにまで消化できない。やっぱりね、その表現とかアートにまで消化させないと、その感性はただの感覚でしかないから。ベースはすごい優しいし怖がりで保守的なんだけど、自信なくて金ないから良い面が出ないことを、いや違う、あのね、自信なんだものは金なくてもつけないといけないし、金があったら何かできるって言ってるやつは何もしないやつだから、金を作れないやつだ。俺、金があったらこうしたいのにっていうやつ5万と見てきたけど、金そもそも掴む能力ないの。金っていうのは作るもんなの。どうにか手に入れるもんなのよ。それ情熱とか自信とかいろんな方法で労力を使ったりとか。で、金があったら何かできるっていう発想はダメよ。それは何もしないやつと一緒だから。そうそう、イライラに出ちゃうんだよね。そう、金は自分で作るもんなんだよ、どうにかして。で、手に入れたいものを手段だから、つまりね、何かを与えないといけない、どんなことでもいいから。社会とか世界とか宇宙に対して何かを発信しないとお金は来ない。そう、何もしなくて花火は上がらないんだ。俺は毎日戦ってるからよくわかる。
差し出したら差し出した分だけ花火で帰ってくるよ。人はバカじゃないから。目的達成に必要な金さえ作れないのは論外。違う、お金は大したことないの。要はね、金があったら俺はこんなことができるっていう浅はかな発想な人間だから金が来ないの。金があったらどうにかなるって言ってんのと一緒じゃん。金さえあればすごいことができると思ってんの。違うの。世の中にいる人は金がない時から俺はやってやるとか、こういうことがやりたいとか、努力をしてきたから金が結果的に集まってるの。で、ダメなやつっていうのは結果だけを見て、あ、あいつ金があるからすごいんだって思っちゃうの。違うの。世の中で成功した金ある人っていうのは、金がない時からすごいやつだったのよ。で、結果として金が集まってるだけなの。だから、そもそも金があったら何かできるって言ってるやつは、そもそも何もできないやつっていうのは順番が逆だって言ってんの。ああ、ご飯おごるって言った。ほうほうほう。いい話。俺だいぶ石野におごったんだけどな。目的達成に必要。ていうかね、金じゃないんだよ。俺らが欲しいものって。本当に欲してるものって金じゃないの。金で埋めようとしてどん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 枯渇していくっていうか、飢えていくだけなの。喉が渇いて、さらに喉が渇く。カルピスとかそうでしょ。飲めば飲むほど喉渇くでしょ。あれだからお金ってそういうところあると思ってて、子供の頃思い出してごらんよ。じゃんけんとかでも楽しかったでしょ。なんだかわかんないのでも楽しかったじゃん。そんなもんだったんだよ。で、お金があったら幸せになれるのにっていう、なんかお金がない人ほどそれを考えてる気がするな。お金がない人ほどお金に飢えてて、お金がないのが不幸せな原因なんだってなっちゃって、お金があったら幸せになれると思って。でもね、お金持ちはそれで幸せになれないっていうのは分かってるの。もっと人間の気持ちだったり、心のつながりだったりとか、お金じゃないものを欲してるんだよ、人間って。だって金なんてただの紙切れなんだから。金なんてできた、人間ができてからでしょ。別に縄文時代とか金なんかなかったんだから。でしょ？弥生時代とかさ、アウストラロピテクスとか。でもアウストラロピテクスの方が幸せかもしれないよ、もしかしたら。と思うけど、俺は。いや、別におごったのは俺がおごりたかったからおごったもんだからね。いや、羨ましいなと思って。いや、恩とか別にないから。石野の笑顔が恩だから。石野といて楽しかったからね。それは冗談よ、谷さん。石野に俺は恩なんか一つもないよ。与えた恩なんか一つもないよ、俺は。石野からいろんなもんもらったから。さっきのは忘れて、冗談だから。俺は石野からたくさん学んだし、石野といてすごく楽しかったから。でもおごったんだけどな。 結構おごったんだけどな。まあ、石野から奢られるほど落ちぶれてねえよ。そう。
どうなんだろう、俺は石野の人生がうまくいってないようには思えないけどな。どうなんだろう、まあでもなんだろうな、まあさっきも言ったけど感性は抜群にいいわけだから、気づいてる、答えもう答え出てんだよあいつの中で。ただそれを表現とかアートにできてない時点ではただの感覚にしかならないからさ、なんだろう、なんでもいいんだけどね、落書きで数億円稼ぐやつもいるんだから。多分臆病なんだろうな、すごい図太いんじゃないんだよね、弱いから吠えてるんだよね、臆病だから吠えてるんだよね。もっと図太く生きていいのに、ずうずうしくっていうか。ただで暮らしたいが希望なんじゃん、今できてるからよかったじゃんね、希望通れば機嫌よくいてくれだけだ、機嫌よくいてくれ、ただで暮らしたいが希望、石野は言ってたな、あの副所得って、全く苦しまずに所得を得るって、なんか錬金術師みたいだな、なんかな石野に足りなかったのは多分与える喜びなんだよね、受け取る喜びもあるんだけど、それはやっぱ半分しかないんだよね、与える喜びと受け取る喜びで 100% になるから、その何でもいいからやっぱね、与えるものを作らないとダメだよね、人じゃなくていいから、こう宇宙に対してっつうかね、夢が叶ってるのは楽しくしてなんだよね、病んだり死にたいは困る、酔っ払ってるでしょ谷さん、なんか日本語がすごい、なんか語尾が分かんないんだけど、夢が叶ってるんなら楽しくしてってなんだよね、あ、楽しくしててってこと、病んだり死にたい、あー死にたいっつうけどあいつ死なねえかんなな、んだろう、なんだろうね、どっかであいつ俺には無理だっていうのを感じるからな、なんか T シャツ好きだとかラップ好きだとか好きなもんあんだったら関わりゃいいじゃんって思うんだけど、なんかね、自分には無理だっていうのはどっかに感じちゃうんだよなあいつの中から、持ってるものはすごくいいんだけどやらないと全く意味がないっていう、100の力を持ってて0はいくらかけても0だからね、良くも悪くも何もしないっていうのは0なんだよ、プライドが高いんじゃないと思うんだよね、プライドが高いように 見えちゃうのは分かるんだけど、やっぱ俺一緒に生活してたから分かるんだけど、会社サボるときに病んでたの、自分の希望を通したなら楽しめよって言った、あーその通りだね、いや違うでしょ、嘘ついたからでしょ、自分に嘘ついたから病んだんでしょ、どうなんだろう、多分そうだと思うけど、自分の気持ちに嘘ついたんでしょ、わかんないけど、俺が病むとしたらそういう感じかな、
ガイドが高いとは違うんだよな。何かが欠落してるんだよな。人として大事な圧倒的に絶対的な何かが一個だけ足りない気がするんだよ。それがすげえ面白いんだけど。まあ石野は配信に戻ってきてほしくないかな。いや何かが足りないんだけど、その何かがわからないんだよね。一個だけね、すっごい根本的な、車でいうところのね、エンジンがないとかそういうレベルの、ヘッドライトが片方ないとかだったらどうにかなるじゃん。整備不良ですよとか、そうじゃないんだよ。ボディはランボルギーニなんだけどエンジン積んでないんすよみたいな。みたいな、ね、メモリーカードのスロットが1個壊れてるんですよっていうパソコンだったらさ、あ、まあなんとかしますよ、外付けでとか、なんかいろいろあるじゃん。じゃあね、ディスプレイの画面がないんです、あ、それもなんとかなるな。なんか何か圧倒的なものが足りないんだよね。アンコロが好きなんだ。いや、アプローチすればいいじゃん、アンコロに。アンコロ人妻で子供もいるよ。あの前も言ったけど、まあそれでも好きなら言えばいいじゃん、俺と付き合ってくれアンコロって。お前のこと幸せにできるのは俺だけだって言えよ。俺に言うなよ。プライドは高くないと思う。俺もそう思う。自分を納得させるために理屈で言わないと精神が保ってない。あ、そうだと思うね。でも感覚が鋭いから、そうじゃないっていうのを本人が本当に分かってるから、その矛盾に病んでくんでしょ。その感覚を信じて従えばいいと思ってて、俺は。あいつの感覚は俺の直感では正しいんだよ。あいつが持ってる感覚は俺より鋭いの。俺も感覚鋭い方なんだけど、あいつの感覚はもっと鋭いの。だけどその感覚に従わないんだよね。そう、その感覚に嘘をつくから、なんか死にたいとか、なんかもう出てきますとか言うんだよ。普通にしてりゃいいんだ。だからあいつがなんか暴力、なんかこう本当になんか意味のない暴力であったりとか、なんか誰かを貶めようとか、そういうのは見たことがないね。俺は誰かを、あ、でもおにぎり盗んでたな。おにぎり盗む、おにぎり泥棒だからな、所詮。出ていくって言うんだ。ここにいさせてって言うんだ。クソ面倒くさいんだ。でも可愛いんだ。意味が分かんないな。いいんじゃない。お、服着た。えらい。おっぱいバン回避。なんだろうね。石野。なんかあれだよね、閉じ込めてみたいよね。で俺ね、一回本気でやろうとしたのが、いや、アパート借りて、リスナーさんとね話し合ったんだけど、アパート借りて、今ならできる企画だと思うけど、定点カメラでもう石野に放送画面も見せないで、もうずっと食料も与えるし、もうとにかく1ヶ月間箱の中にいてって言って、で定点カメラで撮って花火とか上がるじゃん。それを最後月末に渡すっていう制度って、俺石野うまくいくと思うんだよ。
あナスビの検証生活みたいな俺絶対うまくいくと思ってて、ていうかねもう多分ね100万ぐらい稼ぐと思ってんのでしょ。だからリスナーさんと本気でやろうとして30万払ったリスナーさんいたんだよ。医師のその金速攻風俗に使ったのクズだろ。それやりましょうってなってリスナーさんが医師のこと好きな人が30万円医師にポンって渡したの。家借りようっつってその金で速攻風俗行って速攻酒飲んでもう1日で半分溶かしたのあいつクズすぎるでしょ。なんで俺がそんなことしないといけねえんだよとか言って直接言う方法がないここで言えばだってアンコールいるじゃん。てか別になんで配信者でもない女リスナーがなんで好きなの、 何が好きなの、ちょっとよくわかんないんだけど。会ったこともない女に恋をするの病気だろお前お前病気だろ。何が好きなのアンコールの、気持ち悪い。配信者ならまだわかるよ、わからないけど100歩譲って配信者までだよそれ。何リスナーサムネしか知らねえリスナーの何が好きなの、気持ち悪いんだけど正直、うん、しかも旦那も子供もいるわけでしょ、うん、サムネとコメントが好きなの。サムネは持ってるからねアンコロは多分なんだけど実物大したことないよあるあるだけど、俺は数々のリア凸と数々のオフ会を経た男だけど、別にアンコラはもうなんか47点ぐらいの女だよ、うん、サムネが80点の女はだいたい47点ぐらいなんだよ。当たり前そうだよ怒られるわ。いや石野はすごいよ本当に。むしろ丸くなったんじゃねえの最近は。いや47点ぐらいの女でしょ、何自己採点は何点なの逆に聞きたいわ。お前自分のこと何点だと思ってんの、47点のくせに。何点なのか言ってなあ。もんちゃんもんちゃん自己採点何点、20点低っ20点の女なの、うん、俺は何点、100点だ、50点だったんだ低っ、もんちゃん20点なの、うん、ポンコツじゃねえかもんちゃんポンコツすぎて困ってるんだよ。20点の部分はどこなの、加点ポイント言ってのんちゃんの。加点ポイント、うん、いいところ、いいところ、うん、手こき20点なの、そう、手こきだけの女なの、そう手こきだったんだ、うん、13点なんだ、ゴミじゃんえ、じゃあその13点はどこなの加点ポイント教えて。アンコロかわいすぎる、いやなんそうなんだもう止めないわ。コメントもかわいい、そうかそうか、なんか俺結構じゃあアンコロのこと自己分析しようか、めんどくさいよ多分こいつめんどくさい女だと思うよ、結構癖の強い女だよ。あのね、あの広末涼子と同じタイプだと思うの。あのだ多分なんだけど俺の勝手な予想なんだけど、旦那さんね多分ねキャンドルアーティストだと思ってるから、うん、気持ち悪いな、うん、そうなんだ、うん、コメントが可愛いの意味が分かんないよね。もう一度おはよう、泣けるっつって。のんちゃんは20点かな、
のんちゃんの手こきはね、20点じゃないよ。100点だよ。やった、うん、生きていられる状態が13点なんだ。つつましいね。旦那さんがいるのか。この前も言ったじゃん、なんかお前だろ、ずっとなんか半年ぐらい前からハンコロが好きだって言ってんの。はいはい、いってらっしゃいにゃん。ハンコロはね、多分ね、めんどくさいよ。癖が強いよ、癖が。わかんない、勝手な俺の。でもね、俺大体当たるよね、うん、あのコメント欄からの人なんつうの、コールドリーディング半端じゃないよね、俺、うん、いや、マジで当たるから。うん、あの、あんまりね、甘く見ない方がいいよ。47点の女だから、うん、いや、めんどくさいよ、絶対。あのね、なんかね、あの、言葉で言うタイプじゃなくて、態度が急に悪くなるタイプの女だよ。喧嘩とか吹っかけるタイプじゃないの。すごく機嫌が悪くなるタイプ。大丈夫かな、勝手に人の人格勝手に作ってるけど。で、2年間ぐらい急に積もり積もったものが溜まって、いきなり泣き出すタイプの女だよ。なんでだよとか言うタイプの女だよ。何の脈絡もなく壊れるんだよ、アンコロは。どうしてよって、何がだいって言うと、だっていつもそうじゃない、どうしたんだい、もういいっていうタイプの女だよ。もう終わりよって言うよ。いいの、それで、カズチ。いや、あの子はいい子だね。会ったこともない、会ったこともないよ、男二人が勝手にあいつは嫌な女だとか、いい女だとか。意外と一途なところあるよね、でも。意外と一途なところがあるね、アンコロは。そこはいいところだね。好きなら支援したらいいよ。そこから始まるんじゃない。あー、昭和だね。あ、まあ確かに、でも、目かけとかさ、その、なんだろう。まあそうだよね。好きなら支援するのが、うん、本当に名言だな。かっこいいわ。コメント見てればそこそこわかる。いやー、どうだろうな。なんだろう、いい子っていうか、そもそも俺年齢知らないけど、俺ババアだと思ってるんだけど、この枠でヘビーでコメント打ってる時点でババアなので、いい子ではないでしょ、多分。30超えてるだろう、多分。俺より年齢上だと思うよ、多分ね。35とかじゃないの、34、まあ、俺より上だろう、子ではねえだろ。まあ俺、果実がいくつかわかんないけど。で、だからね、あのね、はっきり言っとくけどね、ネットで恋愛関係なんか成り立たないからやめた方がいいよ。うん。だから、俺に支援をするんだよ。俺に支援、アンコロの分も俺に花火を投げるの。そうすると、あ、素敵ってなるでしょ。わかる？まず俺に見せるんだよ。俺に100万分ぐらい花火をバンバン投げて、で、花火、ファンタスティック花火一発とともにアンコロ愛してるよってやったら、素敵な花火、綺麗ってなるわけじゃん。そっから急展開が始まるんだよね、のんちゃん。今すぐファンタスティックでアンコロ愛してるよって書けよ。なんだその無課金でお前。無課金でお前好きだとかどうしたらいいとか、お前男かよなあ。
ファンタスティック花火であの頃愛してるよって書けよ。うん、仲介なんかしねえ、会ったこともねえし興味ねえよ。なんで俺が仲介すんだよ、バカかよ。人妻、お前よ、人に紹介されてもらわねえと女も愛せねえのかよ。いいこと言うな俺、うん、あこの野郎、お前の好きってその程度かよ。あんころの気持ちになれよ。石野さんの股間大きい、知らねえよ。あ、え、俺見たことあったっけ。あ、風呂屋、いや、そんな大きくないかな。石野ちょっと好きだったんだ。何が悲しいの。うん、あ、何が悲しいの、もおみ。いや、別に石野好きだったらパコレやいいじゃん。支援すりゃいいじゃん。股間大きい、いやまあ普通かな。まあ間違いなく言えるのは俺よりでかいから、うん、俺より股間がでかくない男を見たことがない。連絡方法がないとか、 お前の好きってそんなもんなのかよ、バカかよ。なんだよそのお前の好きってその程度だろ、もうしらけるわ。あ、普通だよね。あ、そうそう、早漏なのは聞いたね。石野さんに真っ当になってほしかった。真っ当になるなんて、石野にそんなもん求めても意味ないよ。1分も持たない、最低だな。俺早漏のやつ大嫌い。1分なんだよ、1分も持たないと考えられないわ本当に。石野にまともになってもらいたいってやつは石野のファンじゃないよ。石野に何を求めてるんだよ。石野にまともになってもらいたいっていうやつってさ、石野のファンじゃない。どうしたらその発想になるんだよ。まともな石野なんか岩野だよって思い出した。ニコ生の時よく言ってたよね、そんなのは石野じゃない岩野だっつって。そう、石だからあいつは、所詮石野だから、うん、そういうのは普通とかさ、まともなのは岩野に求めよ。石野は現代資本主義社会が生んだ悪魔だから。いや谷さんの家でいるよ、ホームレスじゃないよ。紐でもないか、ペットだ。ハムスター、ハムスター。今谷さんのペットやってる、うん、谷さんが飼い主だから今。主。ご主人様、うん、ご主人様。でも医師の今年ホームレスやったら死んでたろうね、多分この残暑でやばいよ。暑い暑い、うん。石野はまだ配信してんの？知らない、やってないと思うよ。俺ほとんど配信見ねえかんな、本当に興味ない配信。だってぶっちゃけた話だよ、俺の話は別だよ、俺の配信はめっちゃ面白いからあれなんだけど、まあ面白い配信者なんかいないよ。まあうなちゃんまん、便所さんとかぐらいじゃないの、鮫島さんとか。まあ面白くないもん、絶望的に全然面白くない、はい、あ、まあ関慎吾とか面白いよな。 だからごく一部だよ、本当に一握り。だ見る必要がないもん、慎吾さん面白いんだよな。
セキシングは面白いんだよな。まあ石野も面白いジャンルだったけど、でも、のんちゃんお腹空いた。おうどん食べる？うどんあんの？うん、おうか、うどん作ってるじゃん。よっさんはね、俺ぶっちゃけな話を言うとね、一回も面白いと思ったことない。すき焼きだしだけどいいの？いいよ。一回も面白いと思った。でもね、のんちゃんおにぎりが食べたいの。ご飯炊く？いや、もうよ、90分待てないよ、のんちゃん。あー、ガブガブ。あとコーヒーも飲みたいの。あとペロペロしてほしい。痛い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 。配信してない。生活もお金も困ってないからしないと思う。そういうのも聞かないからよくわかんない。まあまあ、俺は石野はもう配信引退してほしいね。もうなんか苦しんでたから、この世界向いてないと思うから。石野は才能があっても本人が望んでないから、幸せになってもらったら、一緒には幸せになってもらいたい。で、少なくとも今幸せをつかみかけてるわけだから、なんか変なリスナーとかに邪魔されてほしくないんだよね。なんか大した支援もしないくせに、あの、応援してますとか、ただおもちゃにされてるだけだから。一緒の半端な気持ちで応援してるとか抜かすんじゃねえよ、春日っていう。石野に1円も渡さないで何が応援してますよね。同棲じゃないよ、飼ってるんだよ。そう、ペットだから。のんちゃんセブンイレブンのおにぎり食べたいよ。カフーって気持ちいいんだけど、それ、気持ちいいな。気持ちいいね。M だから。こらこら、配信中に触らないで。アドさん、ツイッターの仲介になってくれよ、アンコロとの。やだよ。なんで？やだよ、絶対やだよ。だってさ、なんで俺がお前のために動かないといけないの？なんで？バカなの？やに決まってるじゃん。ていうかね、リスナー同士の恋愛とか関わりたくねえし、なんか、なんつうんだろうな、リスナー同士ってもう絶対揉めるから、そんなの責任取れるわけないし、つなぐわけねえじゃん。うまくいくわけねえじゃん。絶対やだよ。1億円もらってもやだね。そんなリスナー同士勝手にやれやいいんだよ。そんな今日水風船のぶつけ合いしようと思ってたんだけど、寒いからできない。ちょっと楽しそうだな。俺それ参加したいね、のんちゃん。ね、水風船のぶつけ合いは石野と谷さんとのんちゃんと俺でやったら面白いよね。楽しそう、いいな。ツイッター教えろって何？なんで俺がお前に教えないといけないの？お前から何もされてないのに。バカなの、お前。お前バカだろ。お前から俺何の恩も義理もなくて、なんでお前のために動くと思ったの？バカだろ、お前。そんな男が女口説けるわけねえじゃん。バカだろ、お前。アホすぎる。のんちゃん、おにぎり、お腹すいた。さあ、うどんも食べるから。
寝れないんだもんだって。ツイッター教えろってなんだよな、ほんとバカすぎるだろこいつ、怖っ。ネットって怖えな、のんちゃん。ネットの闇だね。ね、何なんだろう、気持ち悪いね、怖っ。シュコーンって何？シュコーンする。ツイッター探せばいいんだよね、自分。いやっていうかさ、会ったこともなくてサムネイルでこいつは絶対いい女だとかさ、女の子が怖くて怖くてしょうがないでしょ。震えてる今頃。気持ち悪っつって震えてるよあんころ今。プル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 してるよほんと。うん、いやすげえなほんとに。あんころがかわいそうになってきたな。世の中にはね、変なやついるからね、本当に。怖っ。いや、ハンコロ震えてるでしょ、お前みたいなのに。気持ち悪い、お前相当気持ち悪いことやってんだよ。いや、もうネタだと思いたいよね、みーすけね。いやマジで怖いよねこれ、女の子からするとね。女の子っつうか、まあアンコールもミースケもババアだけど、よかったねミースケじゃ、ミースケ自分じゃなくて。こんなの眠れないでしょ、怖いでしょ。なんか新手のアンチでしょこれ。新手の人べらしでしょ。うん、いやネタじゃないんだよ、半年前も言ってたから、多分本気なんでしょこいつ。いやなんか本人は純愛だと思ってるんだろうけど、女の子がキモいと感じたらストーカーなんだよ。って後ろからいきなりギュッて抱きしめてもらいたい彼氏にって思うけど、好きな人にはそうされたいんだけど、お前みたいな気持ち悪いハゲでデブでモフモフ言ってるやつに捕まえたとか言われたら気持ち悪い、もう事案だよ事案。あんころ捕まえたっつって、もう要はね、雨なのにずっと待っててくれたの、何々くん大好き、和道くん大好き、かっこいいって俺だったら言われるけどね、カズチだったら雨の日にずっと待ってたら、うわ気持ち悪い、あいつまだいる、警察呼ぼうってなるのよ。なんだよ雨の日に待つのは心身のたしなみだよっつって。ストーカーでしょ。いやストーカーだから、ストーカーほど言うのよ、ストーカーはしてないって。お前今やってる行為ストーカーだからね、今やってる行為完全にストーカーなの。だって俺アンコロがこれキャプチャーして警察署に持ってったら俺事案だと思うもん。いや俺ね、これね、果実ね、アンコロがカシャってキャプチャーして警察に持ってったら多分ね動くよ、うん、いや本当に本当にそのレベル、店員さんが親切だから俺に気があるとか、もうそういうレベル、もう店長助けてくださいっていう事案だよ。うん、釣り線の手が触れたから、そう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 、本当そのレベルだよ本当に。どんだけ自信あるんだよな、うん、怖っ。ネットって怖えな本当に。いや親切とかされてない、もっと怖えわ。いや俺そこのコンビニで立ち読みしかしてないんだよねって、だからストーカーだって言ってんだろ。いや
て、だから事案だっつってんだよ。怖いわ。でもなんかモテないよと。いやだからね、いやモテない、モテないよ。だからなこれ複雑だよな。俺さネットでとんでもない検索しちゃって童貞のデータを見てしまったので、なんだっけ30歳以上の童貞率って3割とか4割いるの知ってた？みんなゾッとする話でしょ。いや違う、あのね、闇が深いんだよ。日本の闇なんだよこれ、童貞問題は。うん、あのさ、のんちゃんとワドもネットで知り合ったって、俺オフ会で会って何回か遊んで付き合うまでに3ヶ月ぐらいかかってるよね、うん、だからしかもネットで2年の付き合いがあってたから、しかも俺のリスナーだから、のんちゃんは俺のこと完全に2年間顔も性格も全部知ってるヘビーリスナーの状態で、でオフ会で会うまで2年かけて、で初めて会ってそっから何回か縁があって遊ぶようになってっていう関係なの。それとお前のサムネイルとネットのコメント欄だけで好きだ、絶対いい子だ、いやあの子は可愛いとか、それと一緒にしないで。それとこれは別だから。だからそうしたいと思ってるっていうことを言われても知らないよそんなの。応援する気にもならないわ、気持ち悪い、気持ちが悪い、ただの事案。あのね、モテないやつってね、やっぱね自己都合なんだよ。相手が喜ぶことをやろうとかいう発想がなくて、相手が嫌がることを全力でできるんだよ、自分のためなら。だからモテないやつの典型だわ。うん、石野はすごかったよ。あの女の子のファンが初めて石野くんにリア凸をしたのね。でそんな美人な子ではなかったんだけど、すごく優しそうな子で、もう緊張しててプルプル震えながら、石野くんこれ食べてとか支援って言ったら、石野がありがとうございますっていつものあの ありがとうございますっていう上っ面の挨拶をして、で俺の店に戻ってきて開封枠をやったの、紙袋の中に。そしたら超面白くて、うまい棒とサプリメントと、それもちょっと面白かったんだけど、なんか駄菓子みたいなのがいっぱい入ってて、女の5000円分の駄菓子とかサプリメントみたいなのが入ってて、でそれ好意じゃん、リスナーさんじゃんね。そしたら放送回ってる時に、あの女使えねえなマジでつって愚痴り始めて、うん、何なんだよあいつ、だったら現金渡せよつって超絶ディスり始めたの。あれは最高に面白かった。お前さって、お前あの子お前に好意があるんだよ、知らねえよとか、俺うまい棒とか食いてえと思わねえからとか言って、もうすげえ面白い。一種の童貞ではないよ。うん、石野は童貞感ないよ。あの童貞感ない、石野は別に女ができるよ、あれはクズだけど。だって呂布カルマさんにそっくりだから。ラッパーの呂布カルマさんにクリソツだからモテるよ。女の扱いは童貞なんだ。あ、女の扱い童貞か、いやそんな感じはしないけどな、うん、いやもうほんとやめよう、もうアンコロがかわいそう、ほんとにもうあの次アンコロの話したらブロックな。
マジで、うん、もう次アンコロっていうワードはブロック、マジで気持ちが悪い。俺も怖くなってきた。なんか雨の日に俺の家の前に立ってて、いつアンコロ紹介してくれるんだよとか言われたら俺も震えて、のんちゃん警察呼んでえだよ。もう本当にのりこと俺怖くて外出らんないから、申し訳ないけど、うん、怖い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 。気持ち悪いな本当。女を抱けない男、女に抱かれる男、女の扱い、あ、そうなの？知らないけど、いや俺ん家来ないで俺の家来ないで。っていうか俺アンコロン何も知らないから、俺何か勘違いをしてるのか、俺がアンコロンの何かを知ってると思ったら大間違いだから、何も知らないから。俺にとってはあの4500人の1リスナーだから、4500分の1だから、カジュチとアンコロに別に区別はないから。俺カジュチのことを何にも知らないように、アンコロのこと何にも知らないもん。ただアンコロは花火投げるけどね、それがお前とアンコロの違いだよ。アンコロはたまーに花火投げてくれるから、たまーにふふ花火投げない人は嫌い、花火を投げないやつなんて嫌いだ。分かった、花火投げてよ。花火投げていい関係を築いて2年間ぐらい花火投げ続けて、でそしたら考えるわ。オフ会をそーっと開こう。花火主義だから俺。分かった、アイテムください。皆さんちょっとアイテムちょうだい。2時間ノーアイテムじゃないのこれ。アイテム確認します。13円、ちょっと延長代も稼げてないじゃないのよ。ちょっと100名の皆さん、ちょっと頼むよ、お願い、アイテムちょうだい、お願い、俺のことを愛してる分だけアイテムちょうだい。俺に対する愛情分だけアイテムください。測られてるからね、みんな試されてるよ。みんな俺のことどれだけ愛してるのか、ちょっとアイテムで、ノーアイテム嘘だろ、俺のこと愛してなかったのかよお前ら。頭きた本当に。ノーアイテムか、どうする、のんちゃん全然俺のこと愛してないんだってこいつら。じゃあセブン行ってきなよ。セブン行く、もう頭きた。セブンイレブン一緒に行く、うん、お前無料アイテムかよ、チャリンコかよ、フワチャリかよ、本当にクソだな、ゴミだな本当こいつら、ゴミだゴミ本当に。無料アイテムで無料かよ、そんな体だけか俺らは、こんなに俺は愛してるのにくそー悔しいぜ。もてあそばれたね本当。あんなに愛してるってベッドの上で言ってたくせにね、のんちゃん、あんなにちしくりあったのに。もういい、おやすみなさい。